負けた時はどうしてやろうかと思ったけど、いやもうラッサンだったよ、ほんとにあんなね、あれ先制して、2件に追っかけられて8000報酬になるはい、先生まあ復活、先生の期間だったね、はい、よかった本発もね、よく分かんなかったね、もうこれ、はい、これでよかったのか、そもそもよかった最初はよかった、よかったこうなるなりそうかな。なりそうだよね。GP はポーンせざるを得ないからね。あ、これ漫画だったんだよね、ゼロさん。そりゃ無理だわ。そう。やばった。ナンバの親で来たね。そうですね。そこがね、かかったのが。森さん、ヤオマ上がった時の、大井さんめちゃくちゃやばかった。ハイパイが半端じゃなかった。あ、そうなんだ。すごい。自敗飛び強い。すごいよ。マジ流れると思うけど。マジで、こっちはもう…え、一寸そサブローピン、いや…ギャラミンじゃないって貼ってない、貼ってないでしょ。自敗がとりあえず4つあったの、スタートが。そうそう、でも、追走にせず…追走や、追走にせずなのに貼ってないの。そう、変算で取ったってこと、持ってるイーシャン、変算層が一生間なのか。へぇ、へぇ、まあ、追走見てるけど、見てたんだ、目いっぱいでした。ダブルツイソー、ダブルツイソーじゃない、ダブル役は第三元ツイソー、第三元ツイソーなりそうだった。タボさんが1枚ペッて言ってたのね。アイニーさん、堀さん、しびれるメンツで最高のトップありがとうございました。はい、ナイスパルマス、ありがとうございます。これも怖かったね、恐ろしかったね。そうですね、まあでも3ポイント、まあなんか3ポイントしそうだけどな。2件目しちゃったらどうだったんだろうねっていう話をしてました、うん、これね、これね、そんなローマン引いてる、いや本当よ、カンチーピンかよ、カンチーピン、まあ、数枚引きたかったからローマンより、まあ、ちょっと不服だったんだよね、9という大技出てきた。そう今日マンズでめくりで何回やったか、めちゃくちゃめくりやってた。いやこのハイライトもね、この負けるシーンも今となったらいい思い出ですね。勝ったから言って。そう。いや本当きつかった。こんな並びシャンパン。そう、いいシャンテンでこうなって。よくバチバチだな、みんな。よく負けたこれ。いや本当よ。こうしてはもう枚数一緒だった。うん。二枚で追いつかれて。そう、追いつかれて。2対2とかで。うん。これがさ。これやばかったもん。これなんだっけ、ハクポン、ハクポン、ナンポン、これでトン切ったの、リアリスト、本日のやつは堀先生のおかげでコメントアシストでラスさんが出てくるかも、ナイストップという、はい、ナイストップ、はい、ラスさんね、解説は使わない、大井さん一生変わらないまま、ニヤマ、ニヤマでした、ニヤマの即ズムニヤマ、2151、5-1一発。これが熱かったね。これね。ラサイのリアンゾン引いてな。ほぼ全員。そんな枚数変わらないみたいな。縦に受けず。棒にでよし。そして、リアンゾンがラサイ。これ気持ちいいな、このツモは。リスマンが4ぐらいあったっけ。4山でした。1個減って、なんかいい勝負になったんですよ。うん、3山対。あ、ここも本手なんだね、みんな仕上がってる、ずっと本手ですよ、これが本当に、マンズ見えたらもう代々決着だ。いや、僕がね、これ、見せてくれないままそのまま着地、気持ちよくてそのまま着地しましたね。いや、これね、しっかり当たってくるような入れてくるね。これはね、ゴーさんがやっちゃったね。やっちゃってた。皮めちゃくちゃだったじゃん。コックスやったの。いやでもコックスやってると思ってさ、コックスやってると思って。こっちはもう珍しいアシストしたいのにと思って。やっぱりこいつならコックスやった。むしろ敵だったからね。敵だった。敵だった。いやでもこれ。エーバー、アナウマサークルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージが来ました。はい、先生さん、今日は2戦とも本当に長い、
試合でした。皆さん本当にお疲れ様です。ということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうどうすんのこれ、うらうらでよかったのもう2着まで。いやでもこれがオーラスはね、もうこの2件リーチで安心してみるとね、安心した。あとどっちがどうなるか、そう、どっちがどうなるかだけ。神田さん、岡田さん、堀さん、お疲れ様でした。今日も見応えのある対局をありがとうございました。おはようございます。というわけでナイストップ、ナイス、大復活、ありがとうございます。いや、堀さん、これで、帰るときにコラム書いて、いい一日で終わり、気持ちよく、いいコラム書ける、話、覚えてますえ、皆さん、本当に、ファンクラブの皆さん、申し訳ないんですけど僕のコラム、なくなりました。いや、なくならないから